最下位から脱出、連勝を目指すサヌキが3連勝をかけ勢いに乗る福岡を迎え撃ちます。今シーズンの2勝はいずれもアウェーでの勝利。サヌキ去年8月以来となる待望のホーム初勝利なるか。一方福岡、好調の波に乗って四国に乗り込んできました。 J1 復帰のためには今日も勝ってさらに勢いを増したいところです。では蒲田マーレサヌキのスターティングメンバーフォーメーションです。注目は渡辺大吾、ピカスタ実に202日ぶりのピッチということになります。また右のサイドバックに佐々木渡5試合ぶり、ツートップの一角木島哲也4試合ぶりです。アビスパ福岡のスターティングメンバーフォーメーションご覧いただいています。今日もゴールキーパーは囲いです。そして左サイドバックに和子に代わって今日はエウレイを置いています。さあスルーパス通った、これはシュートを放っていった、決まった。先制ゴールはサヌキ、シーマスのゴール決まりました。いや落ち着いたシュートでした。前半13分サヌキが先制1対0。佐々木匠からのボールでした。福岡のディフェンスの裏ギリギリのところを狙っていきましたね。そうですね、もうタイミングは本当ギリギリでした。ただねシュートが非常に落ち着いてましたよね。はい、はい、やっぱり狙ったところに流し込んだようなシュートでしたね。駒野か鈴木か山瀬もいる。駒野、鈴木変化をつけてシュートをする。もう一度シュート、ブロックした、清水が抑えた。いやでも今ね森本本当意表つきましたね。そのまま直接狙っていける力のある選手だったんですが変化をつけてきました。そうですね、やっぱキッカーのところ2人ダミー入れましたからね。左サイドを走らせますが駒野が対応します。アレックス岡村、いいボールです。裏のスペース、さあ競争だ、木島哲也、木島哲也狙いすましてシュートが決まったか、枠の左だ。決定的なチャンスでした。蒲田マーレサヌキ、今のは本当に絶好の追加点でしたね。チャンスでしたね。福岡は難を逃れました。松田がこのポジション、外からエウレ、山瀬も上がっている。そしてユインス、遠目から狙っていきました。ユインスのシュート、安礼、エウレのシュートです。強烈な左足、中を使っていきます。短い今度はパス、ここは岡村、ボールを奪って石津、さあ松田シュートが打てないか。今度は鈴木持ち直して、今度は右に開いて駒野から中のボール、シュート打てるか、ドゥドゥのシュート。いや今ゴールの中でねクリアしましたね。はい、さあ駒野、なんとかその囲い2試合目、森本、さあ森本の左足、福岡惜しいチャンスでした。はい、森本らしさが出た、はい、斜めのランニング、ダイヤゴルなランニングですね。そうですね、はい、ただちょっとボールがこう流れてしまいました。やっぱり最後にね、やっぱり軸足をしっかりね踏み込めなかったですね。石のファールが取られまして、はい、さあここでフリーキック早いリスタートです。さあドゥドゥ、ドゥドゥの持ち込んで右足のシュート、決まった。同点に追いついたアビスパ福岡、ドゥドゥのゴール、88分に決めました。いやまさしく執念でもぎ取りましたね。やはりこの男が決めた。4試合ぶりのゴールは同点に導くゴール、ドゥドゥ今シーズン4ゴール目。ここでね、はい、鈴木のやっぱり早いセットプレーがねものを言いましたね。そうですね、さあゴールを奪った木島哲也、倒れる森川、さあ森川前を向いている、アレックスが上がる、中には西も待っている、森川もいる、どうか、長いボールはゴールラインを割りました。ここで榎本主審の長い笛、
釜玉アレサヌキホームでの勝利はまたしてもお預け。いや最後ね本当両軍力出し切りましたけどね。先制点を奪ったサヌキでしたが後半終了間際福岡に追いつかれ1対1のドローです。